ラルナカは、キプロス共和国の都市。キプロス第二の商業港湾都市である。人口は、約7万2千人。ラルナカ国際空港があり、夏の間リゾートで賑わう。古代ギリシア時代は、キティオン、ローマ人からは、キティオンをそのまま、ラテン語に訳したキティウムと呼ばれ、キプロス島における主要な都市の一つであった。また、ストア学派のカイソゼロンの記事としても有名である。 現在は、町の北側には、石油生成所と、国際空港があり、南側は、ヤシの木が並ぶ、風光明媚な海岸となっている。初夏に、カタクリズムの祭り、カタクリスモスが祝われる。ラルナカ地区は一部、国際連合によって惹かれた北、キプロストルコ共和国との南北分断線で、分断されている。アテナイの将軍キモンカマレス水道橋現在ラルナカのある、 この地には、紀元前13世紀に古代王国とし、キティオンが形成された。紀元前1200年から1000年頃に、装飾品や陶芸品、建物のデザインの変化などから大きな政治体制の変化があったと推測され、またこの頃赤エアからの初めてのギリシア人移住者がやってきたと思われる。キティオン遺跡には、紀元前13世紀頃の遺構も残されている。 これらの遺構は赤やからの移住者がやってくる前のものである。この遺跡にはキュクロープス様式の城壁や五つの聖堂、開口が含まれている。キプロス島の他の都市と同じく、キティオンもまた、アケメネス朝、ペルシアに属していた。紀元前450年、古代都市国家アテナイの将軍、キモンがアケメネス朝、ペルシアに対してのキティオン包囲戦の際に、 この地で死亡している。紀元前58年、プトレマイオスはエジプトの影響下にあった、キプロス島はローマ帝国に並行され、その後新たに設けられたキュプルス属州に編入される。初代の総督として、昇華都が赴任する。西暦76年、及びその翌年に強い地震がこの地を襲ったという記録がある。また、 322年と342年にも強い地震があり、その地震は同時にサラミスとパホスも襲ったという。その時にキティオンの港は砂で埋まり、人々はより南の土地に移住することを余儀なくされた。オスマン帝国時代には現在のラルナカ城の南のスカラ地区の港が使われていた。1747年にはカマレス水道橋が建設され、 約9 7キロメートル先から水道が引かれた。ラルナカ城セーラザロ教会ラルナカの名所旧跡としては、セーラザロ教会ファネロメニ教会のカタコンベ、ハラスルタンモスク、カマレス水道橋やラルナカ城などがある。町のメインストリートは、ヤシの木通りと呼ばれている、ヤシ並木が続く海岸沿いの足の大通りである。古代ギリシアの都市国家手内の政治家機門の胸像が、 ヤシの木通りにある。また、紀元前334年に、かつてこの地にあった古代都市、キティオンで生まれた哲学者、ゼノンの像が、マリーナ付近にある。ラルナカ地区考古学博物館、ヒエリデス博物館や、キリアジ水学博物館などがある。また、市街地北には、キティオン遺跡がある。市街地から約4キロメートル南西に、キプロス共和国で、 最大規模のラルナカ国際空港がある。また、リマソール港に次ぐ規模のラルナカ港が市街地に隣接している。鉄道はなく、都市間および市内の公共交通を担うのはバスである。ラルナカ国際空港との間には公共バスが運行されている。また、都市間の直通バスが首都にコシア、リマソール、 パフォスなどとの間で運行されている。ありがとうございます。